皆さん、こんにちは。宮田笙子選手の素行不良エピソードが世間を騒がせています。19歳という若さでパリ五輪の日本代表主将を務めることが期待されていた宮田選手ですが、未成年での飲酒と喫煙が発覚し、五輪出場を辞退するという前代未聞の事態となりました。この問題についてさらに詳しく見ていきましょう。実は宮田選手の喫煙習慣については体操界では広く知られていたようです。体操界では世界一美しい演技と称賛される一方で、ヘビースモーカーとしても有名だったそうです。驚くべきことに、この喫煙習慣は高校時代、あるいはそれ以前から始まっていた可能性があります。中学3年生の時、宮田選手は鯖江体操スクールに移籍するため京都から福井の学校に転校しています。この時期に当時の SNS に喫煙や飲酒の垂れ込みが複数投稿されたという情報もあります。これが事実であれば、宮田選手の問題行動は中学生の頃から始まっていたことになります。さらに宮田選手は過去にも喫煙について厳重注意を受けていたとの証言もあります。これは今回の事態が単発的な出来事ではなく、長期にわたる問題行動の結果である可能性を示唆しています。体操界では、体操に必要なのは瞬発力で持久力はいらないという考えが一部にあり、これが喫煙を容認する風潮を生んでいた可能性があります。飲酒に関しては、今年6月末から7月にかけて東京・北区の NTC 宿泊施設内の自室で行われたことが判明しています。トップアスリートの育成拠点である NTC での飲酒は特に問題視されるべき行為でしょう。この事実は宮田選手のアスリートとしての自覚の欠如を示すものと言えるかもしれません。この事態を受けて、宮田選手の祖母が本音を語っています。もったいないねーと、孫の才能が無駄になってしまったことを嘆いています。確かに、19歳でオリンピック代表に選ばれるほどの実力を持ちながら、自らの行動によってその機会を失ってしまったのは、非常に残念なことです。そんな宮田選手の素行の悪さは喫煙と飲酒だけにとどまらないようです。関係者によると、以前から宮田選手の素行の悪さを問題視する声があったとのことです。具体的な内容は明らかにされていませんが、アスリートとしての責任感の欠如を示唆する行動があったのかもしれません。さらに、宮田選手の性格や対人関係にも課題があったようです。個性的な性格で、周囲とのコミュニケーションに課題があったという証言もあります。トップアスリートとしてチームメイトやコーチとの良好な関係構築は不可欠です。この点でも宮田選手に課題があったことがうかがえます。コーチの話によると、宮田選手は苦手な平均台はあまりやりたがらず、気分が乗らない日は練習に身が入らないそうです。また、甘えん坊でわがままなタイプで気分にムラがあるとのことです。床など好きな種目は練習しますが、苦手な平均台はあまりやらない傾向があるようです。気分が乗らない日は練習に身が入らないといった具合だそうです。コーチは続けて、甘さしかなかったです。はっきり言うと、わがままなタイプです。甘えん坊だったりします。強いし、勝ちたいという気持ちもありますが、すごく気分にムラがあります。その辺の波をちょっとずつ穏やかにしていきましたと語っていました。田辺満コーチのオブラートに包まずに、宮田笙子選手の性格について率直に発言した内容は非常に印象的ですね。宮田選手の SNS 利用についても問題があったようです。喫煙飲酒問題が発覚した後、宮田選手は自身のインスタグラムの投稿を全て削除しました。これは過去の投稿に問題のある内容が含まれていた可能性を示唆しています。SNS の不適切な利用も、アスリートとしての自覚の欠如を示す一例と言えるでしょう。この事態を受けて、宮田選手が在籍する順天堂大学も声明を発表しました。大学側は、常習性のない喫煙であれば、本人の真摯な反省を前提に十分な教育指導をした上で、オリンピックに出場することもあり得ると考えておりました。と述べています。しかし、実際には常習的な喫煙だったことが判明し、五輪辞退という結果になったようです。この声明に対しては SNS 上で言い訳との声も上がっています。大学側の対応が甘いのではないかという批判の声も聞かれます。一方で、
19歳という若さを考慮すべきだという意見もあり、世論は二分しているようです。宮田選手の五輪辞退は日本の体操界に大きな打撃を与えました。彼女は日本代表のエースとして期待されており、メダル獲得の可能性も高かったからです。特に世界一美しい演技と称賛されていた宮田選手の喪失はチームにとって大きな損失となるでしょう。この事態に対して芸能界からも反応がありました。歌手の和田アキ子さんは宮田選手にかかっていたプレッシャーを気遣う発言をしています。過度に期待されすぎていたのではないかと、若いアスリートへの社会からの期待の大きさについて問題提起しています。ソーシャルメディア上では宮田選手の行為に対して様々な意見が飛び交っています。 X では19歳だからって甘やかすな、アスリートとしての自覚が足りないといった厳しい意見が多く見られます。一方で若さゆえの過ちを許してあげるべき、もう一度チャンスを与えるべきという擁護の声も上がっています。 Yahoo ニュースのコメント欄では、体操界の体質に問題がある、指導者の責任も問うべきといった意見も目立ちます。確かに未成年の選手の喫煙や飲酒を見過ごしてきた体操界の体質にも問題があるかもしれません。一方で海外メディアもこの事態に注目しています。アメリカの大手紙の記者は、非常識な話じゃないか、フランス代表として喫煙した宮田祥子を許してやれるか、素晴らしい体操選手だったのに日本チームにとっては大損失だとコメントしています。世界的に見てもトップアスリートの未成年飲酒、喫煙は許されない行為だと認識されているようです。この問題は単に宮田選手個人の問題として片付けるべきではありません。若年からのトップアスリートとしての重圧や体操界特有の文化など複雑な要因が絡み合っている可能性があります。アスリートの精神的ケアや未成年選手の管理体制など、スポーツ界全体で取り組むべき課題が浮き彫りになったと言えるでしょう。ここで体操競技の特性について少し触れておきましょう。体操は筋力、スピード、パワー、柔軟性、バランス機能、高知性など様々な体力要素を必要とする競技です。特に非日常的な動作を伴うため、脳の構造と機能にも特殊性があると考えられています。順天堂大学の研究グループが行った調査によると、世界クラスの体操選手の脳には特徴的な構造があることが分かっています。運動機能、空間認識、視覚、感覚情報の統合、実行機能、作業記憶といった体操競技に密接に関わる機能をコントロールする脳領域が発達しているそうです。このような高度な身体能力と脳機能を持つアスリートが、なぜ未成年飲酒や喫煙に手を染めてしまったのか。それは単に若気の至りで片付けられる問題ではないでしょう。これらの素行不良エピソードを総合すると、宮田選手の問題行動は一時的なものではなく、長期にわたって蓄積されてきたものであることがわかります。高校時代、あるいはそれ以前から始まった喫煙習慣、 NTC での飲酒、過去の厳重注意、周囲とのコミュニケーション問題など、様々な側面で課題を抱えていたようです。今回の事態を教訓に、日本体操協会は再発防止に向けた取り組みを強化すると約束しています。しかし、なぜここまで大きな問題に発展する前に対策を講じられなかったのかという疑問の声も上がっています。宮田選手の今後についても注目が集まっています。19歳という若さを考えると、今回の出来事を教訓に再起を図る可能性も十分にあります。しかし、それには本人の強い意志と周囲のサポートが不可欠です。この事態はスポーツ界全体に大きな波紋を投げかけています。アスリートの私生活や倫理観について改めて議論が巻き起こっています。特に未成年のトップアスリートに対する指導や管理の在り方が問われています。今後この問題をどのように解決し、より健全なスポーツ環境を作っていくのか、注目が集まるでしょう。